大魔神、森肉源。25日に放送された、日本放送ショーアップナイター、DeNA 対巨人で解説を務めた佐々木主浩氏が、DeNA のショート森高志との守備について言及した。森は1対0の6回、2アウト走者なしから浅野翔吾が放った正面のショートゴロを処理するも、1塁へ悪送球。佐々木氏は、エラー12個目。ちゃんと投げて。そんなに難しいプレーではないので、はい。普通のプレーですよね。スローイング、肩が良い選手なので、横から放ったら引っかかったという感じですよねとチクリ。佐々木氏は、森の場合は守備をちゃんとやらなきゃダメです。基本的には守備ですよ。スローイングの単純なミスをなくしていかないと、5年目でこういうことをやっているようじゃダメですよね。ベイスターズの場合はチャンスがあるんですからねと苦言を呈した。シーズン通しで12失策くらいなら2割8分5厘くらい打ってくれれば許せるんだけどな。肩が強いのが売りの割に、ファーストへワンバウンド送球が多い。せっかくのチャンスなのにね、イージーミスされると投手やチームはがっかりするね。良いプレイもあったし、来年はもっと良くなるよ、総攻守ともに。昨日は良いプレイもあったんだよ。だからこそもったいないんだよ。森は簡単なプレイほどミスするんだよ、やはり集中力の欠如なんだろうな。そろそろ強打を使ってほしい。でも多分森の後は林だろうな。もう少し丁寧にプレイしてほしいね。自己陶酔している選手なので、意識を変えることは相当難しい。夏の甲子園で鉄壁の守備を誇った関東一高に修行に行ってこい、金払って。守備もバッティングも本人が勘違いしてる。そういうところが本人も米の首脳陣も甘い。森はもう少し2軍で守備を磨かないとこのレベルで終わるな。とにかく守備が軽い。打てない、守れないじゃとても使えない。てか今まで1軍で使ってもらってるのが不思議なくらい。森じゃないとアウトにできないのが3つあったから、昨日に関しては余裕でプラスなんだけどな。魔人の言う通り、